Mラインミュージック、お相手は長谷川萌美と宮本かりんです。 Mラインミュージックはオフィシャルファンクラブ Mラインクラブを中心としたメンバーの音楽活動にフォーカスを当ててお送りしていく番組です。今回もこの2人でお届けしていきます。 Mラインミュージック、今回も盛りだくさんな内容でお届けしていきます。早いもので9月になりましたが、 MC のお二人は今年の夏どんなことをしていたのでしょうか。6月の末頃にちょっと実家に私久しぶりに帰りまして、もうなんか約3年ぶりだったんですよ。そうですよね、いろいろあったので。そうなんですよね。で、まあ、ちょっと長く会えてないなと思っていた父と兄たちも2人いるんですけど、3年ぶりっていう感じで「元気だった?」みたいな感じだったんですけど、なんか向こうもなかなか萌えみに会えなかったから大丈夫かなって思っててくれたみたいで、でなんか久しぶりに会って、でこうちょっとね、みんなで日本酒を私飲んだりとか、なんかちょっと大人な感じでそうやってまたね再会してお話できたので、すごくなんか。まあちょっと新潟のね感じもありつつ、そういうなんか家族だんだんみたいなのができてすごく嬉しかったです。いや、なんかかりんさんはどうですか？そうですね。でも私、まあ、夏もねやっぱりたくさんいろんな活動させてもらってますけども、まあお母さんが神社仏閣とかそういうのがなんか好きで、仏閣ではないかな、神社かな、御朱印集めが結構趣味なんですよ。でお仕事で神社の近くに行くと、私が「何々神社の近くだよ」みたいな送ると、御朱印があることを知っているお母さんは御朱印よろしくみたいな来て、でまあいつも御朱印をもらって帰るって言って、夏とかだとやっぱりその神社ごとにお祭りとかもあったりして、お祭りからこう1週間から2週間の間は限定の御朱印とかもあったりするので、なんかそういうのをね渡したりとかしてまるでお買い物頼まれたみたいな感じで、そうですね、お使い気分で行ってきました。本日のスペシャルゲスト、しおりん、そしてここのちゃん。続いては Mラインスペシャル2022マイウィッシュから、夏秋みやび、尾形梨沙、ビタースイート、西田しおり、前田心がパフォーマンスした夏ラブロマンスをご覧ください。来てるかもなず流行のファッションに興味がないあなたぽいけど目玉には気づいて、新しい服買ったのよ、夏の流星たちよ、呪文を唱えるぞ、ラブラブロマンス、今年の夏は一生の夏ラブロマンスは2003年にリリースされたハロープロジェクトの楽曲ですが、はい、いやこちらはすごくこう夏を感じる可愛らしい楽曲だったので、なんかこうなんだろう、他の楽曲よりもちょっとキャピキャピ感というか、そうですね、キャピキャピしますよね。いないとないけど、なんかそういった感じ、キラキラした感じをなんか楽しめる曲だなと思って、でしかも真似しやすい感じじゃないですか。で皆さんも一緒に会場にいらっしゃる方がやってくださるので、なんかちょっとこうみんなとリハーサルとかでこう揃ってるかなってこう確認しながらやったりとかしていましたが、かりんちゃんはいかがでしたか、この楽曲。前に私もこの楽曲を「Mラインスペシャル」でね歌わせていただいた時があったんですけど、はい、この楽曲はハロープロジェクトのコンサートでカバー楽曲として歌われる率が高かったような記憶があるので、はい、こうあんまりねやっぱりグループの曲じゃなくてグループから派生したユニットの楽曲とかになっちゃうと、聴く機会が少なくて知らないなっていう方も多いかもしれないんですけど、私は結構この楽曲をもともと知ってたので、はい、なんか自分パフォーマンスできて嬉しいなって思いました。最初にこうフリーでこう夏っぽいことをしてっていう即興劇的な部分があるじゃないですか、はい、で私も前のビヨンズがゲストで来てくれた回で、はい、高瀬くるみちゃんとそれをしてたんですけど、はい、みんなすごい落ち着いたお姉さん方のなんか感じでやってるのに私たちだけはもうめっちゃもうバケツでバシャーンみたいなことをすごい2人でふざけてやってたので、はい、近くにいた方はもうなんかふざけすぎてるからめっちゃ笑ってるんですよ。で私はなんて言うんですか、結構後から怒られてもいいからやっちゃえみたいなタイプなんですけど、はい、まあくるみちゃんは怒られちゃうからそんなにそうだからそんなにやりすぎたらねやっぱり悪目立ちしてたら言われちゃうじゃないですかだからなんかやりすぎだってずっと言いながらやってた即興劇だったんですけど、はい、誰とやってましたか？私はさっきりさちゃんとやっていて、でなんかりさちゃんとはなんかちょっとこう見ている方がなんかクスッとなるような感じでちょっとやりたいなと思っていて、でなんかこうやってこうフラダンスみたいな波を打つようなやつあるじゃないですか、あれでなんかこうお尻とお尻がぶつかってわーみたいになっていってててっていう次のあれに行くっていう感じだったんですけど、でなんか1個目と2個目をちょっと変えたいと思って、で直前袖のところで。ちょっとじゃありさちゃん次これ逃げてくれるとかって言ってなんかちょっとずつ変えて楽しむっていうのも、なんか毎公演来てくださる方もいらっしゃったりとかするじゃないですか。そうですね。なんかちょっと小さなね変化とかもお見せできたらなと思ってやっておりました。ね、気づいてほしいですね。はい。私の一曲。このコーナーでは出演メンバーがテーマ別に選んだ思い入れのある楽曲を紹介していきます。今回のテーマは天気。さあ誰がどんな楽曲を紹介してくれるのでしょうか。尾形りさです。今回私が紹介するのは椿ファクトリーの雪のプラネタリウムです。椿ファクトリー雪のプラネタリウム、椿ファクトリーファーストアルバム「ファーストブルーム」に収録された楽曲。この楽曲はファーストアルバムに収録されている楽曲なんですけれども、今までこの楽曲をレコーディングする前までは実はレコーディングをするっていうこと自体はもともとすごく好きな作業ではあったんですけど、しっかりやらなきゃっていうプレッシャーだったりとかがすごくたくさんあって、なかなかその自分をしっかり表現するっていうことがうまくできずにいたんですけど、この楽曲をレコーディングするっていう機会でちょっとなんかそのやらなきゃっていう気持ちもありつつ、でもすごくこう楽しみながらできたなっていうふうに思っていて、そこが一番自分の中で大きく変わることができたので、すごくこの楽曲が印象に残っています。この楽曲をレコーディングした時期がちょうどこうメジャーデビューをして、ファーストシングル、セカンドシングルっていうこう順番に撮っている中で、すごいこのアルバムを発売するまで結構時間をかけて撮っていた中でも最初の方だったんですけど、メジャーデビューしたばかりの時っていろんな楽曲をレコーディングしないといけないし、他にもいろんなお仕事があったりとかで本当に新しいことばっかりだったので、すごく毎日いい意味でたくさんこう追われながら生活をしていたんですけど、でもその忙しさとか新しいことに挑戦するっていうところからちょっとだけ解放されて落ち着いてきたところでのこのアルバムのレコーディングということで、そのちょっとしたなんだろうなほっとした感じとかちょっと力が抜けたっていうのもありつつで何度かこうレコーディングを重ねてきた中でこうコツをつかんできたっていうところもあったりしてレコーディングをさらに好きになることができた一曲だったなと思います。レコーディングをする時もなんかいつも以上にもっと表現してみようとかいろんなことを考えるようになって。でその結果自分が歌いたいなと思っていたところを、ソロパートでいただけたりとかもしたので本当にすごく印象に残っているなと思っています。そしてこの楽曲を一番最初に披露したのが、椿ファクトリーのワンマンライブ、ファーストブロッサムという、コンサートだったんですけどその時に初披露をしましてでお客さんみんながもう全然知らない楽曲を、初披露って当たり前なんですけどする場所なのですごくどんな風に思ってもらえるかなっていうドキドキとか緊張とかはあったんですけどすごく今までやってきた中で一番大きなステージで、パフォーマンスをして初披露をして、ファンの皆さんにもすごくこう好評というか喜んでもらえたのがすごく嬉しかったので、印象に残っていましてでさらにその後のライブツアーだったりとかでもすごくこの「雪のプラネタリウム」は何度も披露させてもらっていたので、ファンの皆さんにもライブでも楽しんでいただける一曲になってすごく良かったなっていうふうに思っています。続いては M-LINE スペシャル2022マイウィッシュから夏わかめをご覧いただきます。こちらはベリーズ工房さんの楽曲で夏焼みやびさん、尾形りさちゃん、ビタースイートでパフォーマンスを行いました。ということでこの楽曲はですね練習してる時から「だけど楽しいな」っていうのがすごく頭の中でリピートしていて、うん、夜寝る時も「楽しいな」と思ったりとかしてたんですよ。でなんかフリーの振り付けがなくってフリーの部分でみやちゃんとりさちゃんがこう一緒にバーベキューをこうやってやってたりとかなんかすごい楽しくて私その隣で花火打ち上げてたりとかすごく楽しかったなと思って、でも楽曲自体は楽しい洋楽となんか通じるところがあって、最初聞いた感想は A メロとかすごい渋いって思ったんですよ。そうなんですね。そうなんか本当にそれこそお父さんお母さん世代よりもっと上じゃないかなみたいな感じのそういう洋楽のなんか色を感じたのでなんかちょっと英語の部分の歌詞とか、そういうのをちょっと意識しながら歌ったりとかしました。でもこの楽曲ってすごいこうなんていうんですかキャピキャピしてるじゃないけど、すごいフレッシュなイメージがあるの で、なんか今の話を聞いて結構そういう風に第一印象はすごい明るくてキャピキャピしてて、ちょっとアイドルっぽくてっていう楽曲なのに、結構使ってる楽器とか音楽とかこう方面は渋いみたいなことが結構ハロープロジェクトでは起こりがちというか、なんかそれがすごく顕著に出てる楽曲だなって思ったので、なんか私もね全然そういうのはあまり気にしないというか、やっぱり最初にパフォーマンスをしているベリーズ工房さんならベリーズ工房さんだったりとか、モーニング娘。さんだったらモーニング娘。さんの空気感みたいなものしかやっぱり最初には来ないので、なんかそういういろんな視点からのね見方とかも皆さんもねぜひしてほしいなと思いました。それではご覧ください。どうぞ。「心よりも粒ぞろいさここから行けるサンシャイン」「とことん歌えとことん笑えここから先グムーンライト」「波の音が聞こえてくる海辺のそばのコテージ」「バーベキューして花火して盛り上がるぜステージ」「恋は無限」夢が広がるわどんな恋をするからどんな人からなんかやっぱ怖いわ今日にしうしうしれとことん学べ、ここからだぜ Just do it。 恋は未知の世界、憧れの世界、どんな映画見るかな、どんな駅かな、なんかやっぱすごいわ、興味しうしうし、海の匂い、海の青、今年もやっぱ海でしょ、みんな集まる夏じゃ、海と海、海と海、なんだかお腹が減るじゃん、だけど私の最近のおすすめの食べ物を持ってきました。はい、お漬物マルジンさんのたけのこラー油きくらげです。たけのこラー油きくらげ、ラー油風味のきくらげの佃煮、きくらげとたけのこのコリコリとした食感にフライドガーリックの香ばしさを加え、さらにラー油によってピリッとした辛さが味を引き締めています。はい、ということで、まあこれね、もうここまでいい匂いが漂ってるんですけど、これは有名な柴又の帝釈天っていう、ね、場所があるんですけど、はい、そこにお参りに毎年家族で、まあ、新年行くんですよ。でそこに行くまでの通路にこういろんな商店街があったりとかして。でその商店街の一角に、このたけのこラー油きくらげはあるんですけど。まあ最初に出会った時はまだね、こうご時世も違ったので、たくさんね試食ができるわけですよ。そうですよね。それで試食でこれを食べた時に、これはやばいみたいな。私結構白米をまあ佃煮とかで食べるとかいうのもちょっと苦手なぐらい、あんまり白米好きじゃなかったんですけど、これだと本当に食べれるんですよ、白米が。なるほど。ぜひとも食べたいなと思って。はいはい。いろんなの入ってますね。そうなんですよ。フライドガーリックとかも入ってたり、たけのこも入ってたり。いただきまーす。うん。あ、いい音してる。うん。美味しい。これは美味しいです。本当だ。これはご飯進むね。どんどん食べちゃうんですよ。こう混ぜ込んでおにぎりにしても美味しくて。確かに美味しそう。そうなんです。いろんな食べ方ができるので。いや、そうなんです。初めての食感。ね、ですよね。コリコリ感みたいなのがすごいあって。で、私きくらげ自体が大好きなんですよ。きくらげだけでどんどん食べちゃうぐらい大好きで、本当札幌のラーメン屋さん行った時のかりんちゃんのラーメンだけ、他の人からいただいたりとかして真っ黒になってましたからね。そうなんですよ。なんか足しでもらえるんですよ。卵とかもそうだけど、きくらげもプラスで出してもらえるので、そういうのがあったら絶対きくらげ足しちゃうくらいなので、もうこれは私にとって最強のご飯のお供で。なんか甘みもあるし、そのピリッと辛い感じと塩辛い感じ、でこの食感が本当になんかザクザクしすぎてないんだけど、柔らかくてコリコリしてる感じで、すごい不思議なんですけど、すごい美味しいです。絶妙です。はい。続いては宮本かりんのファーストアルバム「ひとり十色」の発売決定を記念して初回生産限定版 C の特典ブルーレイディスクに収録される宮本かりんライブ2022春アメジストからいい女ごっこの映像を一緒に見ていきたいと思います。それではご覧ください。この曲は、このライブではなんですけど、ヘッドセットで歌わせてもらっていて、で結構ヘッドセットって難易度が高いというか、ヘッドセットを使う楽曲って基本はこう結構ミックスされてる、声も電子系の声になってるような、なんかこうオートチューンを入れたりとかするような場合で使うことが多いので、しっかりこの生歌で聴かせる曲でこうするってなかなかないですけれども、私がどうしても挑戦したいと言ったことで実現したっていうのもそうだし、これの前の曲がすごい明るい楽曲で、もうキャーみたいな、もう本当に小学生とかの時に私が歌っていたミニモニさんの楽曲なので、ガラッと変わる感じみたいなのを狙って頑張って、それはギャップが大きいですね。そうなんですよ。でもともとやっぱり振り付けをしてくれているゆか先生という先生は、両手で最初振りをつけて、その後にマイクで左手をなくすっていうタイプの先生なので、これももともとあった左手の振り付けを今回見せることができて思いました。両手ってまた新鮮だなと思って。そうですよね。でもちょうどやっぱ左手の置き位置とかで横隔膜のバランスとかを取っちゃってるので、いつも左手がフリーになると突然歌いづらくなったりするので、そういうものなんだ。そういうとこに注目してほしいですね。いや、かっこいい。ヘッドセットって、歌うのが難しいとか、位置がずれちゃったら声が入りづらいっていうのもそうなんですけど、第一に鼻息がめちゃめちゃ入っちゃう。そうですよね、ちょっと思いました。で歌ってる時って意外と鼻息って出てないくて、私の場合ですけどね、いろんな方がいるんで分かんないんですけど、で歌い終わった後にすごい出ちゃうので、ダンスの時とか、振り付けの時とか難しそうですよね。そうなんですよ、めちゃめちゃ鼻息が出ちゃうので、それはもうPA さんと密に連絡を取ってじゃないですけど、もう出そうなとこ下げてみたいな、で歌になったら上げてみたいな、ここはもう呼吸するっていう決めて下げてもらうみたいなこともして、ちょっと頑張りましたね。いや、連携を取ってやってたんですね。でもなかなかやっぱヘッドセットで歌うこととかってないですよね。全く今までなかったです。ですよね。ずっとハンドマイクか、置いてもブームのスタンドマイクだったりとかが多いので、ヘッドセットってどんな感じなんだろうなって思いましたけど、やっぱり振り付け両手使われてると、より一層なんかかりんちゃんの世界観がまた広がってるなと思って、すごく素敵な映像を見させていただきました。いや、でもこれからもね、いろんなことに挑戦したいなとも思っております、宮本かりんのファーストアルバム「ひとり十色」は10月12日に発売されます。この他にもね、このライブの映像だったりもね、入っているディスクがあったりとか、アコースティックライブの映像が入っているディスクもあったりするので、ぜひともね、チェックしていただけると嬉しいなと思います。お楽しみに。続いてはこちらの映像をご覧ください。メライスペシャル2022マイウィッシュ、今回はゲストにアンジュルムの佐々木理香子ちゃん、そして上國料萌衣ちゃんが来てくれました。ありがとうございます。いや、公演どうでしたか？楽しかったですね。なんか夏の終わりだなって時期的にはそうなんですけど、全然夏ですね。夏だね、瀬戸りがね、もう汗かけまくりで、すごい楽しかったです。楽しかったんですけど、印象的な楽曲とかやった中でありますか？私はやっぱ夏将軍じゃないですかね。なんかアンジュルムの夏というの夏将軍ってくらい必ず歌うんですけど、これをまた NSFW でなんだろう、普段歌わない先輩方と盛り上がって歌えて、めっちゃ楽しかったです。私は七転びだったなと確かに思いますね。私多分アンジュルムの名前を海沿いで歌って初めて。あ、そうなんだ。なのですよ。そうなんですよ。だからすごくね、日本の曲から新鮮だったし、この激しい楽曲を選んでくださったらっていうので、すごく嬉しくて、なんかうまいものさかにその顔だよって思っちゃって、なんか6人で歌われどうやって分けるんだろうって。そうだよね。佐々木さん一人ダンスを踊るのかと思ったら。まさかの3人でです。まあ個人的にはね、衣装をかだけるくらいね、本当に激しくそうなったくらい、なんか普段はそんなことないから、今回はやっぱり激しいセットだったんだなとね思いました。で、M9スペシャルはね、引き続きいろんな場所で開催していますので、興味を持っていただいた方はぜひお越しください。ありがとうございました。ありがとうございました。M9ミュージックお別れの時間となりました。はい。はい、M9スペシャルが続いておりますが、そうですね。そのライブでは物販があって、生写真。生写真ね、はい、日替わり生写真とかもね、はい、販売してますよね。で、そのイラストを私たち毎回、描いているんですけれども、なんか私はかりんちゃんの生写真でちょっと気になってることがあって、何ですか？かりんちゃんのなんか分身なのかな、キャラクター、はい、いつも描かれてますよね。そうですね、宮本くんとかりんちゃんがいます。ね、2人キャラクターがいて、はい、なんかいつもなんか可愛いなと思って。あ、本当ですか？私もともとすごく絵が下手くそっていろんな方にもこう言われたりとか、でも本当に幼稚園のちっちゃい頃は漫画家になりたいとか思ってる時があったくらい、絵嫌いではないんですけど、やっぱ描いて下手だねって言われるから諦めてたんですけど、やっぱり一人になって、はい、やっぱり描き物も頑張らなきゃなってということでキャラクターを作ったんですよね。今までで最高にちょっとダメだったなって反省してるのは、はい、こう宮本くんの顔があって、蝶々の羽があって、はい、手がちょっと出てて、待って、見たことあるかもしれないっていうやつがそうですそうです、はい、あれがもう今までで最大でやばかったかなってなんかもう持たせたりとか、こう串カツを持たせたりとか、こう名物を持たせるっていうことが終わっちゃって、今度着せようと思っちゃったんですよね。なるほど。そしたらすごい絵力がないからすごく大変なことになってしまって。いや、私はかえってなんか絵力があるなと思ってて。本当ですか？なんかかりんちゃんがすごく個性豊かに出てると思って、いや唯一無二で素晴らしいと思ってて、私もですね、ちょっとなんかメンバーカラーを入れてみたりとか、その日のゲストの方のカラーを入れてみたりとか、いろいろね皆さんも考えているので、あ、こんなのもあるんだみたいな掘り出し物もあるかもしれませんし。そうですね、なんか最近はやっぱ通販とかでもお買い求めできるっていうのがすごいいいところだなと思って、前までやっぱり現場に行かないとみたいな、その日に買わないとみたいなとこあったけど、あ、この生写真のこのイラストだけはみたいな時はぜひぜひいいラインナップでね、見ていただけたら嬉しいなと思います。はい、M9ミュージックでは話してほしいトークテーマ、私たちに関するコメントなども募集しております。ぜひコメント欄にご記入ください。この番組は毎週金曜日に更新します。チャンネル登録をお願いします。今回の M9ミュージック、お相手は長谷川萌実と宮本かりんでした。さよなら。今回の M9ミュージックいかがでしたか？次回はまた新たなメンバーでお届けしてまいります。お楽しみに。ナレーションは田崎朝日でした。またお会いしましょう。